あ、すいません。あの、席隣、つかさせていただきます。すいません、あの、私、ごめんなさい。あの、今日、初出勤で。ああ、そうですか。ちょっとあの、下手くそかもしれないんですけど。なんか、う初うしい感じがいいです。よえっと、よくこういうお店来られるんですかああ、いや、めったに来ないんですけど。ああ、そうなんですか。僕もだから、ううしい感じ、初うしいもん同士で。えっと、どうしたらいいんだろう。すいません。 なんかじゃあお酒を、はい。すいません、ありがとうございます。えっと、何飲まれますかなんでしょ、えっと、普通に、なんかね。え、わかんない、ドンペリとかぐらいしかちょっと知らなくて。ああ、ドンペリ、なんかね、ドンペリ入ったらすごいみたいな。ああ、はい。ドンペリ、でもなかなか値段しますよね、こういうお店。あそうなんですかうん。すいません、あ、それだったら大丈夫です。あでも、でも、まあ、あの、そうですね。ドンペリにしときますか。ドンペリにしますか。まあ、今日はね、じゃあすいません、ドンペリ なんかこう、経験で、ちょっとこういう店で働いてみようかなっていうのがあって。はい。いや、すごいですね。今日すごい緊張してて。あ、いやいやいやで、もう本当に初めての、あの、お客さんなので。あ、いやいやいや。なんかもう一生忘れないと思います。あ、ほんまですかはい。いやいや、でもすごいですね。何をされてる方なんですかあ僕あの、会社経営してます。あ、はい。あ、そうなんですかはい。まあ僕ね、あの、社会勉強じゃないですけど。あ、すいません。 ああ、じゃあ何かゲームとかしますわかんないんですけどゲーム、はい、あじゃあ、えー、年齢やってゲームします なんか失礼な、そんな言いづらいな。いや、いいですよ。全然私傷つかないんで。えっと、ここに軽量カップがあるんで、年齢、例えば、え、例えばですよ。えっと、20歳だと思ったら、えっと、20cc 入れて、そのドンペリを飲むみたいなゲームどうですかいや、ま、なんか、楽しそうですね。ねやってみましょうか。やりますか。えじゃあ私、何歳だと思いますかえー、難しいはい。じゃあ、その軽量カップ持ってください。えー。いや、それこそ21歳。じゃあ、21cc。 はい。はい、じゃあ、そのドンピン飲んでください。はい。はい。ああ、美しいな。わかんないけど、こういうゲームとかするんですかね。んかね。はい。あ、じゃあ、僕何歳だと思いますかえ、はい、えー。え、75歳 <laughs> 僕はい。違います。ああ、すいません、じゃあ75歳。いやいや、うん、そんなことしてたらね、すぐ減っちゃって。また次のボトル入れないといけないから。うん。あ、でも、初めてなんです。新人ちゃうやろ。<laughs> 大撤ってないの <laughs> あー、ごめんなさい。んうん。やりこ違うとかより、そのもう見た目が。<laughs> 大撤ってないやいやいや、いやいや、いやいや、それはそれは。<laughs> いくらなんでも。いやいや。あ、ごめん、おしぼりー <laughs> いいほらほら、ほら、初出勤の、おしぼりいいって言わへん。<laughs> うん、結構上の方でしょ。いや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 、本当に初めてで。いや <laughs> いやいやいや。ね、貫禄あるもん、やっぱり。<laughs> ぜ いや、もう、さすがに、ずらりさんはそう腹って、喋る僕もわかるんですよ、はい、結構この。この、上に立つ人間として。結構上の方にいる人だなっていうのはわかるんですよ。どの程度上かって聞きたいんですよ。<laughs> えっとね、48ですあ。あ、年齢、年齢とかじゃなくて。<laughs> はい、年齢とかじゃなくて、はい、その立場的にこのお店でどういうあ、えっと、うん。 何てうトップというか、経営です。ああ、経営自分のお店なんですね。はい。うんうんやっぱこの辺ね、ちょっと、あんまお店もなくて、いきなりポツンとこのね、こういうお店があって、ちょっと興味本位で入ったんですけど。ああ、そうです。や、こんなやり口しなくていいですよ。まあ、副業なんで私もこれ。 あ、副業一応、あの、下着ブランドをやってて。しっかりもそっちで。そうなんですやってて、副業でこのお店もやってた。はい。え、何関係のお仕事やられるんですかあ、いや、僕、製造をやってるんですけど。あ、そうなんですか。あ、そうですか。下着を作られてる。下着を作られて、作ってます。あ、なるほど。もし、その。ターゲットは一応セレブで。ああ、なるほど、なるほど。まあ、僕、あの、いろいろ工場のつてもありますし。あ、そうなんですか。こっちのね、生産ライン使っていただけるなら、なんかもう、今よりも安いコストで。あ、もしか 今度じゃあ打ち合わせします。あ,あ、ぜひしましょう,ししょうそれでしたらうちのビル来ます。あ、ビル持ってあるんです。あ、持ってますよ。あ、お伺いさせていただきま、はい、ぜひ来てくださいよ。あまあなんかいい関係性になりそうだ、ね。あ、じゃあ名刺交換だけしておきましょうか。はい,はい。はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃ。 こちらどうぞ。あ、はい、ありがとうございます。うん。あ、よろしくいあ、聞いたことあります。今、勢いになってる会社ですねい、まあまあ、これからなんですけど。そうですか。よろしくお願いします。こういうことやらなくていいんでね。普通に仕事しますょいや、こうやっぱり、いろいろ人脈を作るのが、あの、大事なんで。はい。その、新人のふりしたとこだけ浮いてるから。無理ありますよ。あ、そうですか。さすがに無理あります。あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、いい、本当いいですか。もう、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 こうで大丈夫です。はい。はい。おしまい持ってきて 初出勤、緊張しちゃう。ぜひ読んでください。飾りっけのない、飾りっけのない、飾りっけのない君が。 横にいる。へい、横にいる。へい、横にいる。へい、上にいる。へい、下にいる。へい、左にいる。へい、右にいる。へい、右にいる。へい、上にいる。へい、下にいない。不透明すぎて入るのが怖い。ネタサロン。ひぃ。 よ